おはようございます。ほうれん草のポタージュとコーヒーと、パンです。パンはね、何だったかなっていうあれなんですけれども、多分ね、カスタードとかね、チョコとかね、そういう甘い系です。あ、これだけ声があれか、ちょっとしょっぱい系のチーズかもしれない。でも私ね、朝ね、甘いの食べたいんですよ。というので、いただきます。何かとうまいですよね、本当。いつも。
とちょっとガーガー言ってるのは横の部屋にルンバが稼働してるからです。とほうれん草のポタージュと太郎屋さんのかぼちゃのマフィンとクロワッサンは違うんですけど、クロワッサンと柿とミルクティーです。なんかね、最近お腹空いてるモードなので、すごいパンちょっとなんか多いかなと思ったけど2個チョイスしてみました。食べれるかな、食べれなかったお昼食べたらいいところがおうちご飯のいいとこですよね。はい、いただきます。再び豚肉のレンコンソースのやつを作ってみました。今回は肩ロースにしたで、パクチーがちょうどあったので、パクチーの根っこと一緒に煮込んでパクチーを添えてちょっと魚醤で味付けするバージョンにしてみました。きっと美味しいと思います。なんかね、パクチー使うから本当暑い日がいいかなと思ったけど、ちょっと今日は寒いっていう。でもこのスープがで温まりたいと思います。いただきます。こちらグバーナという、まあ、この絵の通り、写真の通りのものなんですけど、なんかその作り手の方の写真だったり、いろいろお話聞かせてもらって、おばあちゃまがお一人で作られてるみたいなんですけど、イタリアのなんか自分のものづくりとのシンパシーも感じたりしつつで、はい、ちょっとトライしてみようと思います。 すごいシンプルでもね、私の大好きなこのグラッパとかブランデーとかラムとかアマレッティとかが、ああマルサラクリームも、あ、なんかもうこのね原材料がもう好きっていう感じで、まあいろいろその量産品とかもたくさんグバーナって出てるみたいなんですけど、あのおばあちゃまの丁寧に作られたこちらをちょっと味わっていただこうと思います。ワインにもすごい合うみたいなんですけど、デザートワインみたいな感じで、まずはコーヒーで朝いただこうと思います。いただきます。出来たてのアジャリ、大好きなアジャリ餅、出来たてめっちゃ美味しかったです。もう一個食べたんですけど、またもう一個食べようかなと思います。
がある子だ。この辺やな、まあ、かわいい肉球。それはいらないというか。マリちゃん、かわいいな。ひっくり返って。顔見せて。はい。極楽ですか、まあ。